頼み祭は阿蘇神社の農耕祭事の一つで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。今日は神事や氏子たちによる雁の相撲という相撲が奉納されました。この後参道で流鏑馬が奉納されました。烏帽子に滴れ姿、狩衣姿をした阿蘇神社流鏑馬社主会のメンバー9人が、長さ130メートルの参道を馬でかけ、3つの的に向かい次々と矢を放ちました。矢が的に当たると5色の紙吹雪が舞い、大勢の観客から拍手が送られていました。